お疲れ様です。ただいまから記者会見を行います。本日は知事からの発表はございません。本日の進行は IBC 岩手放送の浅見記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。 IBC 岩手放送の浅見と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は記者クラブを代表しての幹事社質問の用意はありません。各社から質問をお願いいたします。岩手日報の小野寺です。よろしくお願いいたします。まず昨日 のコロナ対策本部委員会議の件からお伺いいたします。改めて、まん延防止等重点措置の準備に着手ということになりました。改めて、知事のまずご所感から伺えますでしょうか。はい。先週県独自の緊急事態宣言を出してですね、1週間10万人あたり15人を超えたということで、この特別なさらなる感染対策、そして不要不急の外出の自粛を中心に対策を県民の皆さんにお願いしたわけですけれども、その頃から2週間で倍ぐらいに増えるようなペースで、さらに岩手県も増えるだろうと考えていたんですが、1週間経って、10万人あたり25人を超えるということで、予想よりもさらに速いスピードで、感染者が増えているという状態です。でここはすでにお願いしている県独自の緊急事態宣言を徹底していただくということもあるんですけれども、それに加えて国が指定するまん延防止等重点措置、こちらの適用の方もやらないと感染を抑えられない状態にもうすぐなるという見通しを持っています。それは具体的には10万人あたり30人を超えてさらに増え続けるであろうということで、まだそこには至ってないんですけれども、今のペースですと1週間を待たずに10万人あたり30まで行く可能性が高いので、そうなった時のための措置は今から準備しておかなければならないという考え方です。また県として国にまん延防止等重点措置を要請するにあたっては、要請して直ちにではやりますと、岩手にも対象拡大しますという速やかな国の対応が行われるように、その下地準備をした上で要請をすることが適当であろうということで、岩手でまん延防止等重点措置を行う場合のこの、岩手県内におけるさまざまな制限の仕方、時間短縮の要請の仕方など、ある程度国とすり合わせながらそこは、詰めていって、即、実施できると、国として実施を決められるというところまで詰めた上で要請をしようという考え方です。それで準備とか準備に着手とかいう言い方をしているものです。ありがとうございます。それに国との調整もあると思うんですけども、スケジュール感としてですね、まさに1週間、前回これまでの1週間から本当にどんどんペースが上がってきている状況ですけれども、スケジュール感について知事としてはどのようにお考えでしょうか。はい。今週の国のこの、緊急事態宣言等の対象拡大は、
10万人あたり30人以上のところを対象に、まん延防止等重点措置を、そこまで拡大するというやり方で決まっていますので、岩手含め、そうですね、すでにもう5つの県が国が決めたときよりも国が決めたとき30に満たなかった5つの県がすでに30を超えているという非常にこう早いペースですので、そういう意味ではこう、そうですね、今までのペースだとこう、まん延防止等のこう拡張は、2週間とか間が置かれることが多かったと思いますが、それほど間を空けずに決定されるのではないかなと、いう感じがしている。岩手に特に集中すれば、30を超えればというのが一つの目安になると思っておりますが、でそこで、出てくるのがもはや全国一斉に緊急事態宣言を拡張すべきではないかという論ですね。でこれは今日午後行われる全国知事会の緊急ウェブ会議の主要なテーマになるでしょう。で、どう発言するかはこうちょっと直前になってから決める格好になりますけど、私もこのすでに飯泉会長がそういう発言をしている全国一斉の緊急事態宣言を支持するような発言をしようかなと思っています。そうですね、昨日の数字で秋田県も10万人あたり15を超えまして、もはや、秋田でももう緊急事態宣言の対象にしてもいいくらいのこの事態の急速な進展だと思います。25を超えてない県がもう4つしか残ってないとかですね、そこも25を超えて30を超えてという増加傾向も見て取れますので、もはや全国一斉緊急事態宣言という、こともあり得る事態だと思います。そこを国がどう判断するのか、今やっているような10万人あたりの数字を見ながら緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、そして、特にそういうのなしという3段階方式をこう徐々にやっていくという国の進め方でいくのか、それともそれを転換して国で一気に緊急事態宣言を全国に拡大するのか、いずれにせよ岩手はまん延防止等重点措置の対象か緊急事態宣言の対象かどちらかにはなっていくという前提で岩手県内的には準備していきたいと思います。ありがとうございます。最後にまん延防止等の措置でですね、特措法に基づくものですのである程度こうどういったことが想定されるかというのはあると思うんですが、今現段階で柱となる行動制限であるとか施設の時短であるとかどのようなことを想定されているのか伺いますでしょうか。この飲食店の時間短縮営業の要請ということが一番大きいと思います。全ての人に対する不要不急の外出自粛のお願いというのはすでにしていますので、それは当然こう飲食店の利用が減っていくことにつながるわけですけれども、それをさらにこう制度的に、より確かなものにするためにこの時間短縮の要請を導入するというところが、転換点になると考えます。わかりました、ありがとうございます。テレビ宛てと申します。よろしくお願いいたします。はい、現在の、県の、独自の緊急事態宣言でも県民への不要不急ということで、
まあ、飲食店を中心とした事業者の皆さんも大変苦労をされていらっしゃいます。前回の会議では知事会の会見の方では事業者の支援の方は今のところ用意はしていないという発言をなされていたと思うんですけれども、今回の今現在の緊急事態宣言と今後も視野に入っているまん延防止の、まあ、適用も含めて今後の事業者の皆さんに岩手県としてどのような新たな支援をしていくのか、知事のお考えを教えてください。感染対策を強化することで飲食店をはじめとする事業者の皆さんの収入が減るというのはこれはあることですし、1週間前に県独自の緊急事態宣言を行ったとき、それはさらに悪化するということで、それまでも30万円を上限とする事業者支援を行ってたわけですけれども、さらに10万円上乗せするということを1週間前に決めたところであります。それはそのまま継続しておりますので、緊急事態宣言やまん延防止特別措置が岩手も対象にするとなった場合には、それにさらに国の財源をもとにした協力金がそこに重なってくるわけですけれども、それが決まるまでの間においても今もやっている県独自の事業者支援の強化ということは続けて行います。県独自の支援の強化というのは現時点で田里知事が描くものとしてどのような支援を行っていきたいというふうにお考えでしょうか。コロナ前と比べて、収入がこの毎月月当たり半分以上減ったところ、あとは3ヶ月で同様のこう減少があったところ、それぞれに、月10万円、3ヶ月で30万円、そういう、支援を行うということがありますし、まあ、過去からさまざまテナントでやっている事業者に対してはこの家賃補助というのを行ってきましたし、それから感染対策を徹底させるための、県によるこう認証に、合格するためのこのパーティションの導入などに関する費用の支援、これも10万円規模で行っていますし、それからバスやタクシー交通関係はまた交通関係独自の支援をこのバスやタクシーの保有台数に合わせるなどして行っています。ホテル旅館関係も独自の支援を行っていて、特にホテル旅館で大規模な改修などある場合には100万円単位の支援をしているところであります。それらはずっと続いているところでありまして、1週間前さらにそれを強化するということで10万円の上乗せを決めました。これらは全部ホームページなどで確認できるようになってますし、商工団体や事業者組合などを通じても情報が行き渡るようにしています。ということは、現状を支援していることを続けていくのか、現状やっていることに加えて例えばまん延防止が適用になった際にそれにプラス新たな支援は考えているのか、それ どちらになるんでしょうか。まん延防止緊急事態宣言の対象になりますと、こうもう1日3万円とかいう規模 の協力金が国の財源をもとにこうできるようになりますので、それが追加されることはかなり大きな支援になると考えています。現状 の、まあ、その出している支援している金額がさらにその上限を、さらにこう上げていくとかそういうことも、可能性としてあるということなんでしょうか。この今の支援もかなりの水準の支援と考えておりますけど、それはそれで続けながらさらに非常に大きな国のスキームによる支援を行うことができるようになるということですね。
かりました。ありがとうございます。朝日新聞の中山です。緊急事態宣言と重点措置の適用がもう全国で過半数の都道府県に適用されている中で、それでもその感染拡大が収まっていない状況になっていると思うんですけれども、そもそもその宣言とか措置の効果がどれぐらいあるのかっていうのがこう結構疑問視されている中で、改めてその県として措置を適用しようとする際にその効果を高めるためにこうどうすればいいかっていうのを知事はどうお考えでしょうか。運用の仕方だと思いますけれども、かなりの額の協力金を出せるようになれば、それと対にしたこの休業要請プラスこの一定期間に及ぶ消費の落ち込みにこう耐える体制というものを事業者の皆さんにお願いできるようになりますし、でそれと対にしてそれだけ事態は切迫しているので、外出を控えて、そして他の人と接触することも今まで以上に控えてほしいということを消費者サイドの皆さんにも訴えることができると思います。それからデルタ株によってそうですね、第4波までとはもう決定的に違う、桁違いの感染爆発、感染の増大になっていますので、その実態も改めて、岩手であれば岩手県民とこう共有することで、感覚的に言えば10万人あたり、30人の、感染者数になってくれば、一頃岩手は10万人あたり3人ぐらいの感染者数でいたこともあるわけですけれど、リスクはこう10倍に高まっていると、外に出て同じようなことをして感染する確率が10倍に高まっているんだということで、その点でいけばその10倍対策を強化しなければならない、外出をもう10分の1に減らすぐらいやって、かつて10万人あたり3人の感染者数だった頃のこの安全性に戻すことができるという、そういったことを丁寧に説明していくことで感染の増加を減少に転換できると思います。で、そうですね、その場合やはり収入が減る事業者の皆さんへのこの補償をちゃんとやるっていうことを、県も一貫してそういう姿勢で1週間前もそれをさらに強化しているんですけれど、それがこの行政としてさまざまお願いしていくときのこの説得力の基本になると考えておりますので、緊急事態宣言やまん延防止の適用についてはその協力金ということにやはり期待したいと思います。ありがとうございます。あと、おとといの夜に知事がツイッターで重点措置の適用を決定する予定というようなツイートをされて、ちょっとその趣旨としては準備するっていう形に昨日の本部会議でちょっと違いがあるのかなと思ったんですけれども、そこはこうあの夜と本部会議の間で何かこうご心境が変わられたりしたんでしょうか。知事の意思、そして対策本部会議の意思としてはもうまん延防止重点措置をお願いしていこうと決めてるわけですけれど、ただその要請するにあたってはちゃんと国が決定できるような準備が必要なので、行政的にはまずその準備に着手するという、そういう理屈です。ありがとうございます。共同通信の早川です。よろしくお願いします。私も今の質問で出た、おとといの知事のツイッターの書き込みについて伺いたいんですけれども、知事はその当時の書き込みにその、要請を、明日要請を決定する予定ですというふうに書かれてたんですけれども、結果的に準備に着手するということになって、それは何でしょう、その書き込まれた時点では昨日の会議でもう要請を決定するというふうに考えてらっしゃったのか、それともその時点で
準備に着手するということを決めてらっしゃったのか、どういう趣旨で書かれたのかっていうのを教えていただいてよろしいですか。簡単な話で、10万人あたり30人っていうのがもうすぐ来るなというのが見えてきたので、これはもうまん延防止と重点措置をお願いするしかないなというふうに考えました。一方、そのための作業をこう翌日事務方と詰める中で、かなりこう事前にすり合わせておかないと、そういうのなしにいきなり、一方的に県から国に要請するよりも、事前にどういう内容のやり方で岩手はやっていくのかっていうのがある程度見える形にした上で要請する方が、国も早く的確に動きやすくなるということがこう分かってきたので、昨日の段階では国に対してそういうシグナルを送る意味でも、準備に着手という言葉を使いました。つまりこのツイッターに書き込まれた時点では、昨日の本便会議で、正式に決めてすぐ国に要請するつもりだったけれども、その後の事務方とのやり取りで、すぐにはできないということで準備に着手という表現にすることをするというふうに変えられたというか、方針を変えられたということで、ツイッターの段階ではもう感染がここまで拡大した以上、県としてまん延防止を決めるしか、それを要請することを決めるしかないなということは決めていました。で、そういうある種漠然とした私の意思をツイッターに書いたわけで、そこには何の変更もありません。で、対策本部会議として正式に発表する文書、それには知事メッセージも含まれますけれども、そこはもうちょい国の方でも分かりやすい用語を使って正確に表現した方がいいということで書いたものであって、私のツイッターの中身と昨日の対策本部の決定事項に相違はありません。相違がないというふうにおっしゃいましたけど、そのツイッターだとはっきり要請を決定する予定というふうに書かれているので、これを見た人は普通に考えれば19日にも正式に決定してすぐ国に要請するんだなというふうに思われると思うんですけれども、そこは何でしょう、分かりづらい情報発信だったとか、そういう認識はあんまりないということですか。まず国に対して準備に着手というアナウンスをしたことは、県と国が連携しながら岩手へのまん延防止、重点措置拡充を広げていく、そこへ進めていく段取りとして適切だったと考えていますし、それをこの昨日の会議で県は、国へのまん延防止重点措置の要請を昨日県がそう決めたって、そういう理解を県民がしていただくことは、それは間違いではないですし、現にジャーナリスティックにはそういう書きぶりで報道しているところも昨日今日見られますけれども、ジャーナリスティックな表現としては昨日の県の対策本部委員会議で国への要請を決めたと言っていいと思います。わかりました、ありがとうございます。岩手朝日テレビの鶴巻と申します、はい、よろしくお願いします。何点か伺いたいんですけども、まん延防止等重点措置の要請するタイミングは人口10万人あたりの感染者数が30が目安になるということだったと思うんですけど、 まずその現時点で出ています県独自の緊急事態宣言の効果についてどのようにこう評価しているのか、知事のこの1週間近く経ってですね、こうどのように見ているのか教えていただけますでしょうか。はい、県民の皆さんのこの外出の自粛など、それから帰省の自粛など、日本全体としてこう去年より今年の方がこの人流が多くなっているにもかかわらず、岩手県の皆さんには、この全国のトレンドよりはずっとこう抑制的な強い自粛をしていただいていること、これは県のこの岩手、緊急事態宣言を出したことと、こう
期をいつにして、お互い共通の状況認識で足並みを揃えて行動していただいていると考えます。その効果が出てくるのはさらに1週間経ってからになるわけでありますけれども、また今から2週間先などもこう考えた場合に今までの対策ではまだ足りないというところも同時にありますので、県民の皆さんにはこの岩手緊急事態宣言の内容をさらに徹底いただくことをお願いしたいと思います。ありがとうございます。やはりそのまだその独自の宣言が出てあまり時間が経っていない中でまん延防止の要請となると混乱もあると思うんです。そのあたりはやはり、しばらく様子を見なければいけないというところもあるでしょうか。この結果が新規感染者数の数字に出るには2週間かかりますので、そこは県民の皆さんに理解いただきたいところであります。結果に至るため の, この行動変容については、いい方向に向いているので、そこは県民の皆さん自信を持っていただきながらそれをさらに徹底していただくとよりこの確かな効果が出る対応になっていくと思いますので、そこをご理解いただきながらやっていただければいいと思います。しかし一方で全国の増え方というのがまた非常に爆発的で、著しいものがありますので、今やっている対策のさらなる強化という中に、国のまん延防止緊急事態宣言等を取り入れていくと、そういう対策をどんどん重ねていくっていうようなことがさらに有効になるんだということもご理解いただければと思います。いずれ新規感染者数をとにかく低く抑えるということが肝心要であります。新規感染者数が増えれば増えるほどある個人が外に出て感染する確率がどんどん高まっていきますし、それはイコール県で見た場合、国で見た場合の新規感染者数がさらに増える可能性を高めるわけですので、とにかく増やしちゃならない、新規感染者数を減らす、ですからこの10万人あたりの感染者数といった数字にも毎日気をつけていただいて、それが増えない、減っているということを確認しながらそれぞれ、イベントの中止延期を決めたり検討したり、あるいは自分の外出するしないを検討したりしていただきたいと思います。ありがとうございます。あともう一点、国政の話題でですね、立憲民主党岩手県連の方で岩手1区と2区で候補者を擁立することを先日発表になりました。1区に佐野理恵さんという佐野理恵氏、その方についてちょっと伺いたいんですけども、会見の方で父の方から出馬をめぐってですね、ちょっと打診というかお声掛けがあったとちょっと伺ったんですけども、知事のこの佐野氏のその印象というかどのように人物を評価しているのか教えていただけたらと思いました。8月14日のこの記者発表で、私からのメッセージというものも読み上げられてですね、私の後援会の会長さんから読み上げて、いただきまして、それに尽きるところがあるんですけれども、私が25年前に立候補した時と同じような年齢で同じような国際感覚、同じような感性で政治の世界に入っていける人だなと思っております。どういった場面でですね、お会いしたことがあって、どういう経緯で立候補のご依頼というか、そういった経緯になったのかどうですか、また教えていただけたら。
まあ、こう喋れば喋るほどこう応援演説っぽくなって、あまりこういう場で話すのはどうかということになるんですけれども、まあ、いろいろこう一対一で話す機会もありましたし、木戸口参議院議員とか横沢参議院議員とか小沢一郎衆議院議員とか一緒に話すこともありましたし、講演会の人と一緒に話すこともありましたし、まあ、いろんなそういう話をする機会があったということですね。まあ、全くの政治経験がない方ではあると思うんですけど、知事の方からこうどのようにこう今後期待していきたいかとコメントいただけあまり喋りすぎるとこう応援演説になるので、こう一般論にしますけれど、私はアメリカにアレクサンドリア・オカシオ・コルテス、アレクサンドリア・オカシオ・コルテスという31歳の下院議員さんがいるんですけど、そういう議員が今日本にいてもいいなとこう思っています。アメリカ下院議員には、まあ、最年少で当選しているんですけれども、こう オバマ大統領時代が終わって、そしてトランプ時代も終わって、さあその次のこのアメリカの新しい政治で、それまでこうアメリカ政治の中で、あまり語られてなかった格差是正の問題を強く発言したり、あとはインターネットを活用して若い人たちにも浸透したりとか、今までにない全く新しい政治を展開して、まあ、今アメリカで一番人気のある若手議員と言っていいでしょうし、まあ、そういう人が日本にもいた方がいいなと私は思っております。ありがとうございます。科学新報の坂本です。佐野さんについて引き続き、はい、お聞きしたいと思います。佐野さんと複数回話す機会があったということで、佐野さんの国政感覚とかそういったところを評価したということですが、政策などについてはどのような点に共感したのでしょうか。国際感覚とかさっき言いましたけど、まあ、それだけではないところもあるんですけれども、でやっぱり喋れば喋るほど応援演説になりますから、ちょっとこう例えで言えば、スターウォーズの最新3部作っていうのは、最初の3部作の主役だったルーク・スカイウォーカーとかその仲間たちはもう年を取って後進の指導をする世代になっていて、で、もう自分の子供の世代のレイっていう女性の主人公がいたり、カイロ・レンっていう、まあ、そのライバルみたいな男のキャラクターがいたりしてるわけですけれども、そういうイメージでいましてですね、つまり古い世代に考えつかないようなことを考えて、そして古い世代が実行できなかったようなことを実行してくれるということをこう新しい世代には期待します。分かりました、ありがとうございます。もう一点、知事は普段県議会等でですね、知事が党派を超えた県民党の支持を受けて県民党のスタンスで形成運営を行っているという発言をよくされていると思うんですけれども、佐野氏、知事が推薦して立憲民主党の方に推薦してというふうなことだったんですけれども、知事のスタンスとしてはその県民党というのは立憲民主党になるんでしょうか。私のスタンスはもうまたスターウォーズを例えると最後のジェダイという作品の中で年取ったルーク・スカイウォーカーがこう他の惑星からみんながいるところに自分のこの映像をこうそこに出してみんなと戦うっていうシーンがあり、でそれでもう
あのルーク・スカイウォーカーは自分の役割は終わって、その後はもうあの活躍出てこなくなるんですけれど、私の役割もあの8月14日の記者発表でまず一段落したと思っておりますので、まずはあの新型コロナウイルス対策県政の方に集中していきたいと思います。佐野さんをそのあのそういったところ、まあ、後進育成というところであの推薦するというのは分かるんですけれども、あのそれをあの立憲民主党にあの推薦した理由はあの何でしょうか。まあ、これは8月14日の記者発表で関係者の皆さんが話していましたけれども、あのここ5、6年ぐらいのこの野党共闘で、そしてそういう野党共闘にはあのその野党支持者以外からの支持やまた投票行動などもあって、まあ、広くこう県民的な新しい政治の運動がここ5、6年岩手県の中でこう展開していたわけで、あのそういう枠組みで、さらにやっていくんだということが8月14日の記者発表でこうそれぞれから語られたんだと思います。でそういう形が8月14日にスタートしましたんで、あの私としてはあのもう自分の役割はこれで一段落、そしてそういう枠組みがきちっとできればあの国政選挙っていうのはあの岩手においてもこ うまく行われていってハッピーエンドになると思いますので、私はより今まで以上に県政の方に知事の仕事に集中することができるというふうに考えています。ありがとうございます。あのだとしたらですね、あの推薦するのは立憲民主党とかではなくて、あの完全に無所属であの推薦すればいいのかなと思ったんですけれども、それをその立憲民主党のあの推薦する候補、候補者予定者に据えたのは、なぜでしょうか。まあ、そこはあのもう少し事態の推移をこう見ていただけるとこう見えてくると思いますが、非常に大事なこととしてスター・ウォーズではカイロ・レンも最後は救われてハッピーエンドになりますからね。で私はそういうハッピーエンドに岩手の政治が向かっていくスタートを8月14日に切れたと思っているので、で私はもう そこで、あの最後のジェダイっていう映画の中でルーク・スカイウォーカーはもうそこであの実態は消滅しちゃうんですけれども、私もこの国会議員タスト・タクヤの可能性っていうのは今回の記者発表で消滅したと思っていますので、より、知事としての仕事にこう力を入れていきたいと思っております。そうするとあの佐野さんがその立憲民主党から出れば、ハッピーエンドを迎えられる、まあ、知事も含めてハッピーエンドを迎えられるというようなことでしょうか。まあ、むしろカイロ・レンが救われるところがハッピーエンドの重要なところで、そしてあとはあの世の中全体がより民主的になり、そして、命の危険に常にさらされているような人たちもそういうことがなくなって命と健康を守り繁栄していくようなあの世の中になるということです。ただそこはもう私が作っていく世界っていうよりは、今国政に携わっている皆さん、携わろうとしている皆さんが作る世界でありますので、私は新型コロナウイルス対策を中心に県政の方に力を入れてまいります。分かりました。そしてもう一点、まあ、もう一つ、新型コロナの対策の中で、達也知事が会見でも挙国一致内閣のような体制を望むべきという話をよくされてたと思うんですけれども、そういった政党内外の連携を重視した方がいいというような考え方、よく示されてますが、一区では現職の品武さんが立ってるわけなんですけれども、そういったその党 その分裂を煽るような形にの行動に出たのは理由は何かあるんでしょうか。繰り返しになるかもしれませんが、
5、6年前から始まっている岩手における野党共闘を中心にして広く県民が政治参加しながら新しい政治を作り、その時の課題により的確に対応できる体制を岩手の中にも国政にも作っていくという、そういう流れの中で8月14日の記者発表でいいスタートが切れたと考えています。品竹さんではそれができないというようなことでしょうか。そこは彼はカイロ連だと思って見ていればこの後見えてくると思いますよ。最後に1点だけ聞かせていただきたいんですけれども、佐野さんと会われることっていうのはその知事にとっては公務外のことになるのかなとは思うんですけれども、今コロナがその感染者すごい増えている中でその佐野さんにどうして時間を割いていたのかというような声もちょっとこちらで聞いていたんですけれども、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。そうですね、端的に分かりやすく答えれば岩手一区からタストが出るべきっていう話がずっとあるわけですよ。それがいつまでもありまた私が出るみたいになってしまったのでは、私が知事として岩手を守る新型コロナウイルス対策を進めるということができなくなってしまいますので、私が知事として、県民の負託に応えて新型コロナウイルス対策により力を入れていくために必要と考えてやっていました。分かりました。ありがとうございます。NHK の矢野と申します。すいません、スターウォーズ全く私知らなくて、ちょっと県民への説明のあり方としてはどうかなと思うところがあるので、ちょっと今後の、質問等への回答ではちょっと例えばできればやめてほしいなと思ったのが1点なんですけど、ちょっと質問を変えまして、まん延防止等重点措置の件なんですけど、じゃあそこはね申し訳ないけど、私の25年間の政治生活の中でスターウォーズに例えるっていうのはもう私にとってなくてはならないものなので、そこはちょっとどういう意味かを知りたいんであれば今聞いてもらえばいいと思います。パッとその県民の人が中継等を見て分かるのかなっていうのが、そこは説明の仕方はそれぞれのマスコミの責任で、私は私の今までの生き方すべてを背負った上でスターウォーズに例えているんであって、それをそのまま伝えるのか、それとも分かりやすく言葉を言い換えて伝えるのかはそれぞれのマスコミのやり方でありましょう。分かりました。質問を、前防止等重点措置の方にしますけども、岩手県では人口、10万人あたりの感染者数が30人に達する時点をその要請のタイミングとしていると思うんですけど、そのこれまで政府はグループで都道府県単体でその適用を決めるってことはしてなくて、岩手だけ決定ということにならないと思うんですけど、これは岩手でそういう要請をするというタイミングにはもう他の県からも要請が出ているので、決定までは時間がかからないというふうに思っていらっしゃるのか、その辺の認識はどうなんでしょうか。岩手から国に要請する準備の中には同様な状況にある他県との調整というものも入りますので、いずれ国が決定しやすいような形になるよう県の側からも努めますし、でまた県国の方にも岩手はじめ地方の実情というのをよく理解いただき、全国知事会でもしょっちゅう提言してますけど、その県都道府県からの要請があった場合には柔軟に直ちにそれに応えるようにということを改めてお願いしたいと思います。 となればそのグループごとじゃなくて、県単も認めるように柔軟に対応してほしいということですかね。グループ補助って言いました。グループごとに、いくつかの県でまとまってじゃなくて、それぞれの県の事情に基づいて決定してほしいというふうな、さっきの私の答えからそういう可能性を引き出すようであると、やっぱりいくらスターウォーズを見てもさっき私が喋った意味は分かんないかもしれませんね。分かりました。あとは昨日の本民会議で、来週の火曜日から宿泊療養施設の稼働数を増やすというふうなお話がありました。一市民としては病床の方は増やせないのかなと思うんですけれども、今後自宅療養をする人が増えないためには
病床ではなくて宿泊施設の方を増強していくというふうな考えなんでしょうか。岩手県は、そうですね、昨日の数字でも新規感染者数の数よりも入院と調整中の人数をこう低く抑えていて、全国、まあ、あまりこういうのをこう都道府県ごとにこう比較してこう、まあ、他の都道府県をこう批判したりしている場合ではないんですけれども、大抵こう新規感染者数以上 の, この入院と調整中の人数がこう、まあ、いわば滞留しているのがこう全国的な実態の中であって、岩手においては入院と調整中の人数をこう低くこう抑えて、陽性と分かったら CT を取って血液検査もして、必要な医療で、医療が必要じゃなければ宿泊療養中へというふうに整理しているわけですけれども、まあ、それを今の実情に合わせて強化するにあたって、昨日発表したような病床の方のこのフル回転対応、プラス、回復期のこの退院、日程を早めるという措置の検討、そしてプラス、宿泊療養施設の追加という対応をこう発表したところです。わかりました、ありがとうございます。岩手日日事務所の石川です、はい、よろしくお願いします。私もそこまでちょっとスターウォーズは詳しくないんですけど、ハリソン・フォードの最初のコーナー見てましたけど、ちょっと新作についてまだ見てないのはちょっとわからないんですけども、ちょっと選挙の話に戻って大変恐縮ですが、先ほどですね、まあ、岩手一区から達増拓也が出るという目は消滅したというふうに先ほどおっしゃいましたが、そうすると、まあ、今立候補を表明した佐野氏っていうのは、まあ、もともと岩手一区は衆院時代から達増知事の地盤でもあるし、それ後継指名というふうに捉えてよろしいでしょうか。選挙で選ばれる公職のポスト、議員だったら議席というのは、当選した人のものではなくて、あくまで、有権者のもの、国会議員であれば、究極的にはこう全国民のものであります。そういう意味での、後継とかそういうのはないんですけれども、まあ、ここでこうルーク・スカイウォーカーとレイの関係とか、ルーク・スカイウォーカーとカイロ・レンの関係とか言うと嫌がられるかもしれませんが、シェイクスピアとかに例えればいいんですかね。でもシェイクスピアに例えるよりはスター・ウォーズに例えた方が分かりやすいんだとは思っているんですけれども、まずは次にこの岩手一区から選ばれる衆議院議員誰がいいかは、それは岩手一区の有権者の皆さんが決めることであり、私は、まあ、その有権者の皆さんがいい決定をしてもらえるように、もう8月14日の段階で私の役割は、まあ、一段落したとは思っております。そうするとですね、まあ、そうですね、8月14日にもう私の役割は一段落終わっていると思っているので、本来今日は国政の話は一切しないという選択肢もあるんですけど、スターウォーズに例えるとですね、こうなんていうか個人を傷つけたりしないでいろいろ本質的なことを言えるから例えて言ってるんですけれども、私の気持ちとしては8月14日以降は、あとはもう選挙の主役は有権者ですから、岩手一区であれば岩手一区のこう有権者の皆さんがいよいよまあ、大体こう候補予定者が出揃ってきたなと、どういう人たちなんだろう、誰がいいんだろうと、そういうことをこう見て、で、自分がこうどこまでそこに関与するか、選挙事務所に手伝いに行くか、そういうこともこう考えながらやってもらえばいいと思います。
まさにちょっとその部分をお伺いしたかったんですけれども、まあ、参院選の横沢議員の時が当選した時はだいぶ知事も一緒に、まあ、全県選挙だったのでだいぶ一緒に活動されてましたけれども、今回の、まあ、一区について、まあ、今おっしゃったように、ご自身としては、まあ、これで県政に集中できるというお話ですが、まあ、今後その一区についての、まあ、支援というかですね、活動っていうのはどの程度までっていうのはお考えか、現時点であれば聞かせてください。まあ、私はもう消滅してしまいましたのでね、だからスターウォーズによくあるシーンですけど、こうぽやぽやっとこう出てくることはあるかもしれませんけれども、こうクリアな形でバーンと出て活躍っていうことはないと思っていただいていいと思います。あ、じゃあ マイクを握るようなことはないということですか。そこまで断言できると思います。8月14日以降もう国政については答えませんって言ってもいいんですけど、それはそれでなんか無責任なところもありますので、スターウォーズを例えに引いているんですけれども、基本私の役割は8月14日で終わったと考えています。ただまあ後援会とはバックアップして支えるっていうふうにこの間連合会長さんそうですねおっしゃってましたので、その辺はまあ後援会の方で、まあ、まさにこう有権者が主役ですから、有権者の皆さんがこう、団体の自治としていろんな団体を通じてこう取り組んだりとか、民主主義の原理原則に基づいてやってもらえばいいんじゃないかと思います。はい、私の質問ちょっと最後なんですけども、その、岩手競馬の禁止薬物の問題だったんですけれども、昨日調教師4人の方が会見されてですね、まあ、禁止薬物は自然発生的なものと結論付けられたのにもかかわらずですね、開国と、まあ、商店停止の処分は納得いかないと、不当だ違法だと言ってですね、取り消しを求めて審査請求するというしたという会見で示されましたが、まあ、管理者でもある知事についてですね、この件についてどのように捉えているかお伺いします。この岩手競馬の規則では、禁止薬物を使用してはならない、でその禁止薬物を使用してはならないということを事情を知らないで、出走させた場合も、処分の対象にするというふうに決められており、競馬組合としてはそれに従った処分を行ったところでありますが、行政、不服審査請求というのは大事なことですので、あとはこの審査員の方々にきちんと手続きに従って審査していただくということだと思っております。はい、まあ、ちょっとその調教師4人の方々はまたさらにその開国とですね、そういった処分を、商店停止の処分を4人が受けてしまうことでですね、まあ、実質自然発生だと言われているにもかかわらず処分を受けると、まあ、自分たちの責任もある、責任が問われかねないというかですね、名誉回復にも妨げられるみたいなお話があったんですけれども、今後まあそういった手続きを経ての審査請求になるとは思いますが、知事の、まあ、現時点での、まあ、所感であったり、その辺についてはいかがでしょうか。この規則の知らなかったとしても処分の対象になる、事情を知らなかったとしても処分の対象になるのだというこの規則の趣旨については競馬組合から、まあ、説明がなされているのだとは思います。まあ、今手続き上もう行政不服審査のこう手続きに入っていますので、あまり私からこうとやかくこう不服審査請求を出している当事者に対してこう何か言うのは好ましくないんだとは思いますけれども、かといって何も言わないっていうのもこう情にかけるような印象をこう出すのもこう良くないなということも考えるわけですが、
行政不服審査の手続きをですね丁寧にやっていくことで問題解決されていくことを期待いたします。ありがとうございます。河北新報の横川です。すいません選挙とスターウォーズの話にちょっと戻らせていただきたいんですけども、お話を聞いていますと知事はレイを佐野さんに例えてでカイロレンをシナさんに例えてご自身はスカイを、ルークスカイウォーカーに例えられているということでよろしいんですか。はい、その通りです。その カイロレンにシナさんを例えた理由っていうのは何かあるんですか。いろいろこうフォースを教えたりトレーニングをしたりしたこともありましたもので最終的に敵反乱という反乱軍に入っていくっていうのがそのストーリーとして似ているっていうことなんでしょうか。まあ、少なくとも途中の段階でそういう局面になってるっていうところがまあぴったり一致しているなとは思います。そうですね、私がいろいろこう教えたっていうことだけじゃなくその、まあ、誕生にあたってもこのルーク・スカイウォーカーとその仲間たちレイヤ姫とかハンソロとか、まあ、そういう人たちがまあ一緒になって生み出した存在っていうところも比喩として適していると思っております。すみません、私もスターウォーズの関連で伺いたいんですけれども、先ほど知事はスターウォーズのストーリーのいいところはカイロレンが最終的に救われるところだというふうにおっしゃいましたけれども、今回の場合そのシナさんが救われるというのはこれはどういうことなんでしょうか。レイが佐野さんだとすると、まあまあ、戦いになると思うんですけど、でスターウォーズだと確か最終的にカイロレンは死んじゃうと思う。確か何でしたっけ、死んじゃいますよね最後。あれを救われたっていうのがよく言えるのかどうかよく分かんないですけど、今回の選挙の場合その救われるっていうのが どういうことになるのかちょっとよく分からなかった。それも今起きている現実が最後までいけば分かります。逆に言うと最後までいかないとそれは何ていうか憶測というかまあ、分かんないでありましょう。最後までいけばああなるほどそういうことだったんだなとこう分かると思います。はい、あすみません、岩手朝日テレビの鶴巻です。そのスターウォーズの関係でですね、その一区の、野党共闘というのは今共産党の方も候補者をこう出そうとしているという中で、こう佐野氏はそういった共闘の、まあ、候補者としてなりうるとご自身はどのようにお考えでしょうか。そうですね、これも最後まで現実が最後まで行った時にスターウォーズの話と比べるとあこのシーンがこれだったんだなというふうにこう分かると思います。まあ、その見ていかないとわからないというところとあると思います。とその立憲のですね党本部そうねハッピーエンドになるっていうことを今日はまず言っておきましょう。それは当然6年5年岩手において新しい政治の流れを作ろうとしてきた全ての人たちにとってもハッピーエンドになるのだと私は確信しております。っていう部分はスターウォーズは引用してないので分かりやすいんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。あとその今そのシナ氏と佐野氏でこう立憲の県連は佐野氏をこう推薦というか公認を申請すると思いますけれども、シナ氏も岩手一区の支部長であったりされると思うんですが、そういう中で党本部はどういう判断をすべきか、こう公認としてはですねどのようにこうしてほしいと思っていますか。もうそこはもう政党の自治の問題なので
ちゃんと全体としてハッピーエンドに行くように適切にやってほしいと思います。ありがとうございます。お願いします。森岡タイムズの佐々木でございます。すみません、話題がちょっと変わってしまうんですけども、東京パラリンピックの件です、まあ、新型コロナにも関連しますが、この感染が、全国的に拡大している状況での開催についての可否、どうお考えか、まずお聞かせいただけますか。感染対策と社会経済活動の両立っていうのが、日本全体として今までずっと目指してきたところだと思うんですけれども、今の全国の感染状況、ひいては東京の感染状況っていうのはかなりひどいわけでありまして、まずこのままスタートさせたのではとてもそんな両立とは言えない形でのこの開催になってしまいますし、まあ、そもそもパラリンピックに関係する皆さんのこの命と健康っていうのを今のままで守れるのかということだと思います。まあオリンピックの方が始まる前にやはり東京をほぼゼロにする10万人あたり 2.5 以下にした上でオリンピックパラリンピックが開催すべきとこう言ってきてたわけですけれども、2.5 以下にしてこそ感染対策と社会経済活動の両立ができるんですが、東京は今や昨日の時点で 240.1 ですよね。あるべき姿の100倍ぐらいのリスク、 2.5 であれば外に出てそこで感染するっていうリスクの今その100倍のリスクがあるということで、まずはとにかく東京のその感染状態をどうにかしなきゃならないんじゃないかということだと思いますね。で、これも繰り返して言ってるんですけれど、ロックダウンのようなことですよね。いくら100倍のリスクがあっても外に出なければ感染はしませんからね。だから人の動きが止まって人と人との接触がなければ、どんなに感染が拡大していてもそれを止めることはできるわけでありまして、そのくらいのことをやりながら入国してくる人、パラリンピック関係で動く人たちの安全を確保するっていうやり方は専門家の知恵と日本国民の力を結集すればあり得るんだと思います。だから私はこう今の段階で絶対無理とは言わないんですけれども、東京ロックダウンぐらいのこととセットでまた今のこうプレーブックですか、それ以上のこの徹底したルールでパラリンピック関係者を守るということをやれば、まあ、できるんじゃないかと考えます。まあ、そういうことを祈りながら小池百合子知事からもらった指で触るとこう分かる東京オリンピックパラリンピックのこの、ロゴのバッジを今日はしているんですけれども、まあ、そういうことを祈っております。ありがとうございます。そして私からもう一件、スポーツ関連なんですけれども、今インターハイと夏の高校野球が進んでます。まあ、実際に参加している学校の中でも、コロナ陽性が確認されて辞退する学校があったり、あとは、まあ高校野球なんかでは日程消化のために大雨の中でやったりとあります。学生スポーツの在り方としてこのあたりはどうあるべきとお考えでしょうか。開催地の感染リスクと、そして、その行事ごとの感染対策の徹底ぶりとの関係で決まってくると思うんですけれども、まあ、今日本のあちこちで行われている中学生高校生のさまざまな全国大会は、まあ、オリンピックパラリンピックに近いような徹底的な
感染対策を講じながら行っているとは思うんですけれども、それぞれ決して油断はできず、そうですね、高校野球の場合、まあ、ブラスバンドは OK とかですね、オリンピック・パラリンピックよりちょっとこう自由度が高い部分があったりし、かつ雨でこう順延ということで当初の計画とこう宿泊とか食事とかがこう違ってきているというところということで、甲子園野球はかなり今要注意にあると思います。他はこうまずこの調子で安全にやっていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。